つの一つである。聖堂とは、聖人、君子を祀った祭礼の場、祠、廟である。中国では、聖人と称えうる、政治家、軍人、為政者なども廟に祀られる。孔子廟、関帝廟など。国内では、横浜や神戸、長崎の中華街にも見られる。また、日本文化の中での重要な聖堂としては、湯島聖堂がある。正教の聖堂の内部の例。緑色の布をかけた3つの台に、イコンが置かれている。イコノスタシスの向こう側に、イタリ聖書がある。右奥の彩服を着た人物は、福多スクサイ。正教会の聖堂の内観は、西方教会のそれとは大きく異なっている。ウィーンのキリスト教会。西方教会の聖堂の典型的な内観。転じて、聖堂は、キリスト教での礼拝施設の名称で、ミサ、聖体礼儀や、種々の典礼儀式が行われる建物のこと。特定の信徒共同体の拠点として用いられる点で、個人宅や施設に付属し信仰共同体とつながりのない礼拝堂とは区別される。カトリック、正教会、正公会などの教派でこの名称を用い、プロテスタント教派では相当する施設を教会堂等と呼ぶことが多い。カトリックでは地方の教会の中心で教区を治める司教が、司式するための着座椅子が置かれる聖堂を、司教座聖堂という。同様に、正教会、正公会では、主教が司式するための着座椅子が置かれる聖堂を、司教座聖堂という。カトリック、正公会では、司教座聖堂、司教座聖堂は大聖堂とも呼ばれる。ある建築を聖堂として、使うためには、多く特別の儀式を要する。これを献堂式、聖堂制正式などという。日本のカトリック信徒は、会話の中で、半ば指示代名詞的に特定される聖堂のことを、五味堂と呼ぶことも多いが、これはあくまでも話し言葉に限られる通称のようなもので近年は、本来の聖堂と呼ぶこともある。他教派では、カトリックの聖堂を指してはこの用法に準拠するが、自派の施設には適用しない。信徒共同体を本来意味する、教会の語も、俗には、聖堂を指すものとして、しばしば用いられる。しばしば聖堂は、聖書中の事件、聖人などを記憶し、捧げられる。例えば、サンピエトロ大聖堂は、使徒ペトロを記憶する。復活大聖堂は、キリストの復活を記憶する。聖人崇敬を行う教派にあっては、聖堂が捧げられた聖人はその堂の守護聖人となる。そしてその聖人の記憶のための祭りが、その堂の堂祭となる。東方教会においては、聖堂は必ず東を向いて建てられる。この制限は、最初西方でも尊ばれていたが、その後あまり顧みられなくなった。大規模な聖堂には、複数の礼拝施設を、内部ないし外部付属設備として持つものがある。これを、小聖堂や礼拝堂といい、聖堂本体を使うほど、規模の大きくない礼拝などに用いられる。多くの聖堂には、礼拝用空間に隣接、または近接して、事務所や、信徒の集会施設、司祭の居住施設が設けられる。納骨堂が設けられることもある。日本には、多くないが、墓地が付属することもある。ありがとうございます。